ね、お疲れ様ありがとう。ね、やばい本当に私今日寝すぎて頭痛い。なんか最近いっぱい寝たら頭痛くなる年。可愛く発見ありがとう。こんばんは。あ、公園行ってきたの？お疲れ。リバイバル行ってたの？いいね。あ、表のデザイン完了ってありがとう。嬉しい。可愛くて美人で最高ってありがとう。来てくれてありがとうね、みんな。ねえ、今日も綺麗ってありがとう。昨日リリの生誕祭公演ありがとうって。あ、こちらこそありがとう。あと6日後、そう、毎日配信365日なの。そう、あ、そうだ、みんなに伝えないと。明日ははるちゅんちょっと昼夜できなそうなので、わかんない、夜できるかもしれないけどわかんないから、朝配信にする。可愛くて美人で最高ってありがとう。ね、皆勤賞、そう、2人いるんです、私の配信に。あ、うまい。本当にね、今日はめっちゃ寝てたのよ。多分スマホが時間を分かってくれてる気がする。スクリーンタイム、今さっきまで寝てたんだよね。昨日ママの席でよかったって。お、それはよかったね。可愛くて美人で最高ってありがとう。こんばんは。こんばんちゅん。そう、昨日ね公演頑張った。ね、待って、1、あー、これやばいな、これ、なんだこれ、この睡眠時間なんだ。8567891011、まあ合計合わせて14時間ぐらい寝てる。顔がむくんでおる。明日朝ね、何時にしようか悩むね。明日って何曜日？チューンズデーか。今日月曜日だった。え？7時にしちゃう？起きれるかな。昨日の席、お手紙の時はるかちゃんの背中しか見えなかったって。やん。こんばんは。でもはるちゃんね、寝すぎて寝れないパターンはあんまりないの。ただただはるちゃん夜寝れないんだよね。
だから毎回ね睡眠時間違くても夜寝れないから、まあこうなっちゃった。しかもね今日ねめっちゃね肌の調子ねいいの。なんかね昨日ね化粧水買ったのが届いて、それね化粧水使ったらだけでめっちゃ肌の調子良くなった。いい感じよハルちゃんの肌。今日も好きですおやすみなさいって早いね寝るの。おやすみなさいありがとうハルちゃんも好きです。ポキさんも14時間くらい寝たってって、え、やっぱりそうだよね。だってポキさん昨日さ寝てない気がするよ。ポキさん昨日オールだったよ。そうで昼夜のさ間の時間さはるちゃんと一緒に寝てた。でサイン書いてた。え、わかんない。ポキちゃん寝てたのかな。わからんけど、まあハルちゃんは寝ちゃってた。え、サインもう締め切り終わったよ今。昨日ぐらい。昨日あたりじゃない。昨日。サインもうみんな終わってる気がする。え、わかんない。え、先輩方はわかんない。私はもう終わらせたやん。私は終わらせた。あれ違うの。あ、じゃあ先輩いつだ。え、徹夜のグループ動いてないよ。だってみんななんか徹夜してない気がする。いや、したのかな。はるちゃんは電話してたけど地元の友達としてた、ね、なんか友達が電話しようって言ってきて、またあの春やることあるんだけどって言ったら、じゃあそれしながらでいいからって待っててあげるからって言われて、仕事行く時間までやってた友達が。お友達ね、日中寝て、あの日中休憩時間に寝てて、で、おき、あの休憩終わ、休憩時間に寝て、で家帰ってからも2時間ぐらい寝て、またね夜になったら電話しようって。いや昨日また電話しようって来たんですよ、ね、だから毎回電話しようって言われるたびに、あ、公演前はさすがに電話しないけどね、死ぬってハルチュンが起きれない。でも友達はなんか電話しようって言ってくる。ハルカ来たよってありがとう。あ、パーティーのね
初日の昼公演でしょ。はるちゃんも見た見た見た、ね、結構なんか面白かったね。なんか成長したなって、歌声とかなんかダンスとか。昨日ねルアと笑いながら見てた。可愛くて美人で最高ってありがとう。あ、そうキュッキュッて音を聞いてくれてたんですよ。そう、あのね、地元の何、あの中学校の時のお話とか、あとはなんかなんだろうね、あとなんだろう、何もしてないのよ本当に。なんか親友ってさ、あの何も話さなくてもさ気まずくないじゃないですか。あのその感覚で電話してるんで、そう無の時間が辛くないみたいな。だから普通に何だろう、何も話してない時もあるね。うん、昨日もみなみかはるかが世界で一番にお顔が天才でしたねって、ありがとう。それは嬉しいですね。天才、天才的なアイドル様だもん。今日ね、日野さんの生誕祭まだ見れてないんですよ。はるちゃん、あのちょっと開い、あのて、あの携帯流してたらさ普通に寝落ちしちゃった。だからこれから続きを見る。可愛く発見ありがとう。デコ出し可愛い、ありがとう。ね、あのねルアにも言われたの、なんかおでこ出してる方が可愛いよって昨日さめっちゃ可愛いって褒められた。でもあんまりデコ出せない、はずい。それは冗談だけど、恥ずかしくはないけど、まだパッツンで可愛い女の子でいたい。でもね、ねじりハーフツインって前髪をなくしちゃうとさ、なんだろう、似合わないんだよね。だから普通にパッツンの方が似合うからね、いつか前髪がなくなるかもしれない。はるかが一番かわちいって、ありがとう。そんな友達が欲しかった。なんかさ、あのさ友達、あのオタク友達さんとはお話ししないの？こう電話とかしないの？みんな可愛く拝見ありがとう。その気持ちわかるわ、ありがとう。ピンかわいいってありがとう。なんかね今日ママからもらった、だから使ってるの。そう、あの普通に前髪をこう、昨日切ったから前髪、だからこう前髪をこうね溶かそうとしたんだけど、今日もらったから
なんかみんなに見せびらかしたくて、だからこれ使っちゃってんの今日。こんばんは。電話しようって言うと LINE に打ってくださいって、おた友達がいますって。そういう人がいるの？そういう方がいるの？そういう、電話、あなたでしたか。電話嫌いなんですか？なんかさ、本当になんか仲いいとさ、なんか一緒にさ、なんかよくさ、ファンの方同士でさ話してるとかさ、おしゃべり会前にさ、おしゃべり会のところの会場でさ一緒にいる友達とかいるじゃないですか。ああいう方と電話しないんですか？なんか気になるんですよね。どういう感じなのか。よくさ、私にもさ、なんか今日はおた友達とご飯食べに行きますとかさ、ご飯食べてきてからおしゃべり会来ましたとかね、たくさんの方が言ってくださるんですよ。それって夜とか電話してるの？はーちゃんね、元気ないんじゃないの？寝すぎて頭痛い。うざびたありがとう、こんばんは。電話めったにしないの？俺は電話したい。急ぎのようなら電話、基本 LINE、 必要最低限の連絡しかしない。好きなことだけ電話したいって。なるほどね、なるほど。こんばんは。あ、でも何人もいる？電話する人。電話はしないんだ、みんな。そうなんだ。一度電話すると2時間とかしてしまうからなって。その気持ちわかる。はるちゃんね、一度電話すると7時間電話しちゃう。はるちゃんも基本長電話主義なんですよ。なんかどこで電話切ったらいいか分かんなくて、なんか相手が寝るねって言わないと、はるちゃんは基本電話出れ、あの切れない。だから相手に合わせてるね。だからたとえ自分が眠くなって寝ようとしても、相手が電話切るって言うまでは切らないであげてる。だからたまにね、すごいグループ電話になっちゃうと、はるちゃん一人だけが残ってる可能性もあるんですよね。悲しいよね。相手が、ね、切るまで切らない主義だから、はるちゃんはどうやって電話を切ればいいか分かんないけど電話はしたいんですよ。振られたね。公衆電話使ったことありますね、普通に。私小学校の時とか携帯持ってなかったんで、公衆電話使えるっていうのはありがたかったですね。それでママに電話して、ママに電話したりしてた。でも最近公衆電話なくなったからさ、なんかいろんなところ、なんかどこにあるのか分かんないんですよ。いろんなところがなくなってて、2時間と7時間一緒にしないでくださいって。あっ、すまんね。どうやって電話切ればいいのか分かんない。
タイミングがむずい。で、あ、そう、退出するまで残り続けるからはるちゃんいつも一人で残ってる可能性もある。あとね、あのメンバーと電話するならルアーが一番最後にまで残ってる。あのルアーは寝落ち魔だからね、ルアー多分昨日の公演でも言ったんだけど、ルアーは本当に電話して電話したいってルアーが言うから、電話したらルアーが先に寝ちゃう多分うちらの声があれじゃない、子守歌に聞こえるんだと思います。落ち着くんじゃないですか。ね、そう、 LINE 電話だとね電話代かからないからいいよね。そう、でもはるちゃん LINE 電話と言われてもあんまり電話しないんだけどさ。こんばんちゅん、あ、そろそろ寝ようとか言えないはるちゅん。こうね、あの眠い時はこうやって言ってる。あのえ、ねえねえ眠くないの、ねえ眠くないのあ、まだいける、あ、春もいけるよってま、あ、まだ眠くないの、あ、春もいけるって言っちゃうの、眠くないのってかわいくて美人で最高って、ありがとう、こんばんちゅん、あ、ていていって、ありがとう。ベル終わった、あ、10時なんだ、もうね、そっと切れないんだよね、はるちゃんね、ちょっとだから電話は難しい。こんばんは、昨日初めて公園でお見かけしたんですが、いつもテンション高いんですかって、あ、いつも高いですかね、え、わかんない、え、昨日の公園はあんまりテンション高くなかった気がする。はるちゃん昨日はいつもより落ち着いてた気がするよ、自分的には。え、この動画送ったっけな、まあいいや送っちゃおう。え、待って、もう送れないこれ、ねえそれはダメ、2分じゃん。ねえ電話やめたいけどやめたくない的な気持ちだよね、わかる。そっと切るのもなんか嫌じゃん。こんばんは、眠くなってきた、まだいけるでしょ、寝るために電話してるのかな、わかんない。でもルアーが一番最初です。まあそういうところも可愛いんだよ。可愛く拝見ありがとう。ね、やるやる。相手に言わせるタイプです、はるちゃん。でもね、たまに難しいタイプの方がいて、
眠くないのって言って、え眠いよって言われるタイプが一番難しい。ね、眠いなら電話切らないのかいって、いやめっちゃ眠いよって言われるのがめっちゃ難しい。あれどうやって切ればいいのかわかんない。ね、そう、こんばんは。あ、オールで電話したことあるよ。あの最高記録がありまして、いや何時間だっけな、48、70何時間、なんかな、え40何時間だっけ覚えてない、なんかめっちゃ電話した記録がある。あのゴールデンウィークの時に、高校の時ね、なんか暇だったんですよ。だからあのずっと電話つなげっぱなしにしてた、あの今のあの親友ちゃんなんですけど、そう仲良かったんですね。はいちゃん初めて可愛い子リアルで発見できましたって、えありがとう。ターンオーバー覚えたのね、はるちゃんも覚えた。あ、テンションおかしいって昨日言われたね、そういえば。え、でも昨日は割と普通でしたよ、はるちゃん。超絶かわいい俺が来た、南川ちゃんって、ありがとう。こんばんは、かわいい子拝見ありがとう。はいちゃん電話でも無言な時間があるのって、いや人によって違いますね。なんかやっぱり親友ちゃんだったら無言でも全然平気なんですけど、なんかちょっと仲いいかわからない人は無言な時間があったら、ごめんちょっと親に呼ばれちゃったとかで切りますね。ね、眠いけど向こうも自分で切れないんだろうねってね、多分そうかもしれん。なんか 2,3 日連続で電話してた。そう、それはもう会ってくれって思うじゃん。でもあの会う予定がなかった、なんか電話でいいやみたいな、そういう感じ。でもその親友ちゃんとあの会いすぎちゃってて、高1の時週3週4ぐらいで会ってた。週、いやもう下手したら週5レベル。なんか学校違うんだけど、高校違うんだけど、なんかここに来てって言ったら毎回来てくれる。かわいく拝見ありがとう。テンション高いの通常運転かもしれないね、はるちゃん。可愛くて可愛いって、あ、ありがとう。いや、中学校の時親友じゃなかった中学校の時、むしろ話してない気がする、あんまり仲良くない違うんだよ、これね、すごいね、びっくりなんだよこれ。あの中学校の同級生なんだけど、
あんまり話したことない人が高校の時に親友になったんですよ。すごない？普通に。なんか私が学校休みの日になんか向こうはまあテストの日だったんですよ。それでお姉ちゃんがたまたま夢の国のチケット持ってて、夢の国のねチケット持ってて、あれってもう余っちゃったってなっちゃって、前日ぐらいに取らないといけない、1週間ぐらい前に取らないといけないチケットだったんですよ、あの頃は。それで予約してたんだけど2枚余っちゃったで、春行ってきていいよって言われて、でその時春ちゃんね全然友達ね学校でみんなで誰も誘えねえよって思って、でもまあノリでなんか夢の国に行ける方いらっしゃいますかみたいな言って、あ行くみたいなこと言われて、そう、それで高校1年生の時にそう2人で夢の国に行って仲良くなったそれが今の親友ですそれが今の親友なんです。あそう、いきなり2人で夢の国に行きました。あでもね何だろう、でも中2中3同じクラスだった頃から行けちゃったみたいなこともありますね。私本当の初対面は行けないって、夢の国はね、そう慣れ初めです。それが今の親友ですそうハードル高いよね。あ千葉公園来ましたねその子は。そう、運命のチケットですよ。すごいよねこのきっかけは。僕は呼ばれてなかったって確かにね。でもその時出会ってなかったやん。そう、おもろくないこれ。これ笑い話であれで毎回話してるんだよこれ。むしろなんでもっと早く教えてくれなかったのってなんかね言えなかったね。今でも笑い話です。なんで夢の国行ったんだろうみたいな。そう、そうだよ、初めましてではない、なんて言うんだろう、中学校一緒だったんだけどあんまり話したことないみたいな。同じクラスだったんだよ、友達の友達みたいな。私の友達の友達だったんですよ。で名前とかしか知らなかった、普通に。あみんな話せるもんだと思ってたじゃん。でもはるちゃんね、そうみんなクラスの子みんな好きだから、普通にねその子にね夏休みね連絡したことあるんですよ、普通にこちゃで。なんかね夏休みに体育祭のダンスの練習があるみたいなので、はるちゃんね夏休みに熱出てそのね行けなかったんですよ、普通にね夏風邪になっちゃって。でその子がダンスの練習に一回も参加してないからっていう、一回も参加してないらしくて噂で聞いたから、は
はるちゃんは連絡したんですよ。ね、ねなんでダンス行ってないのみたいな。で普通に寝てたって帰ってきたんだけど、でなんか私もう友達になりたかったんですよその時。だからはるちゃんね毎回あの連絡してたんですけど、その子ね既読無視でずっと終わらせててね、もう無理やんってもう既読無視は無理やんって。そう一途に頑張ってたんですよ、私は狙ってた。そうえなんか気まずいな、違う、そうアプローチしてた。そうそう毎回あの連絡入れてたのに毎回あの既読無視で終わってたんですよ。で学校で会った時も、ね、なんで既読無視すんのってずっと言ってたの。でもあのちょっとめんどくさいってそれが今の親友なんです。そうそうそうなんですよ。そうでもねあれなんですよ、普通に誕生日の時にギフトが届くんですよ毎回。そうはるちゃんの扱いうまいと思う絶対ね。しんゆちゃんね多分配信見てないかも。そうそのくらいじゃなきゃはるかちゃんの親友やってらんなそうって。なんでやねんなんでやねんよ、ひどいな。なんかでもはるちゃん普通にあのこういう子だよこういう子で、しんゆちゃんめっちゃおもろいですよ。そうしんゆちゃんねびっくりしたの。なんかねあの新潟来てから数週間ぐらいでなんかいきなりギフトが届いたんですよ。そしてそれでね見たらねうどんが届いたうどんがうどんが届いて、これ食べてすくすく育ちなって、うん、ただ私があのそううどんが好きなんですよめっちゃ。いやバースデーはうどんじゃない、あの誕生日じゃない、誕生日の時じゃない時にうどんが届いた。ね、新潟にはうどんがないと思われたのかなって、そんなこと思わんって。そうそれをね食べた。で誕生日ねあの12時ちょうどぴったりにブラックサンダーが届きまして、ありがとうって言ったら入園おめでとうって言われた。はるちゃん幼稚園児だと思われたみたい。でそう入園おめでとうって来て、でで昼の12時にあの某コーヒーショップのチケットが届いて、おまけっておまけの量じゃないやつが来たね。私が公演の時に来たんですよ。そう私その時公演中だったのに驚いた。ね、可愛い園児だよね。そう悲しい、なんか園児って言われちゃった。
うどんのように時間が経ったら伸びるってことかなって。めっちゃうまいな、うどんだけに。ね、めっちゃ優しいですこの子。だからはるちゃんも誕生日の時にね、誕生日の時にさ、私もお返しであげたんですけど、某コーヒーショップの券を。え、なんかさ、もらいすぎてるからさ、なんかもう一個送りたいんだけどさ、今頃ながら。なんかさ、ね、欲しいものリストがあるんですよ。欲しいものリストがあって、で、その欲しいものリストの中に入ってるのがさ、私じゃ買えない欲しいもリスト欲しいものリスト私じゃ買えないやつがあって、これ本当に買えないんですけど、350万円のなんかロングコートが欲しいみたいな、キャットファーロングコートみたいな。私じゃ買えないんですよこれ。だからなんかさ、なんかおすすめなやつない？ミスドとか？上島コーヒーね、そう、ネタすぎるよね、本当にこれ着たいのかな、わかんないけど、びっくりした。はるちゃんなんか、欲しいものリストにこれが入っててさ、えって、はるちゃん買えんねえってってね、本当に届いたら怖いよね、さすがに。これは誰が買うんだろう、友達に。これだったら自分に買うよね、これ。あ、31、ああ、いや、万円なのよ、ペソじゃないのよこれ。しかも送料込みで、これね、はるちゃんこれは無理だなみたいな。だからなんか違うものを送ってあげたい。アマゾンかな、1億2000万円のロボット。買えないよそんなのなんかキッズのところから選んじゃおうかな。機関車トーマツレッツゴー大冒険とか使ってくれるかな。クラウドファンディングってなんだ、ファンディング、なんだそれ。あ、じゃがいもその子ジャガイモ嫌いだった気がする。あ、そう、使うって遊ぶってこと。ね、それ使って遊んでくれないかなみたいな。え、なんか、え、なんかその子から今連絡来た。
ねえ最近どうって今来た。いや見てない見てない、びっくりした。最近どうって言われてる。見られてるのかと思った。はるちゃんもそう今びっくりした。何最近どうって。最近あコート返そうっていう意味。えやばい、えコート返そうの最近どう。やばいな。ね、配信で話してるよって言ったら配信見に来ちゃうよ。ね、収入について話されてたらやばいな。今電話できるってことじゃないって。あそういうこと。え電話のお誘い、ちょっと聞いてみよう。電話のお誘いって、最近どうって、いつぶりの連絡なのって。え今日毎日毎日連絡してるから普通に今日だよ今日。だからなんて返せばいいのかわかんない。ね、なんだろうこれは。最近どうって、何してたらいいんだろう。うん、うまっ。あ、歌って踊ってますって。ね、確かに。うどん食べたかの確認。え、でもさ、それずっと前の話だからさ、1年前にうどんが来たからもうずっと前に食べたよ。ね、いつまでのこと最近っていうのかわかんないね。はるちゃんもわかんない。これ何なんだろう。ドッキリ仕掛けちゃう。なんていうドッキリ。韓国に行ってパスポートなくして帰れないとか。はるちゃん位置情報つながっちゃってる。はるちゃん位置情報つながってんだよ友達。ね、こんばんは。え、何人と共有してるってさ。え、そんないないよ、そんな。あの、7人くらい。いや、6人。7人だ。あの、姉ちゃん、姉ちゃん、ママちゃん。で、親友ちゃん、親友ちゃん。あとは、あと、ルア。6人だ。位置情報を共有するとメリットあんのって。いや、ないですよ。
でもデメリットもあんまりない。待ち合わせに便利。そう、あ、知られたくない時オフにできるよ別に。でもハルちゃんオフにしたことない。なんかスイスイとかスモちゃん誘ったことあるのにさ、嫌だって言われ、あ、スイスイだっけ、スイスイじゃないな、なんか嫌だって言われたな、そういえば。ね、はるちゃんもちょっとこのアプリ一回消そうかなって思ってるんだよね。え、私位置は教えたくないからな。ね、こっちの位置を把握しといてもらえますって。え、いいんじゃない。ラーちゃんなんで OK だったのか分からん。ね、ラーちゃんと結構初期からつながってるよ。そうだね、はるちゃん教えちゃったら気まずくなっちゃう。パーティーチッチ、全てを肌ね、あの化粧水塗るようにしたら綺麗になった。ファンに知られたら毎日に大量のピザが届くよって。やだな、やだ。あのピザは好きだけどさ、大量はいらん。普通にあの、え、それってあのはるちゃんがお金払うのそれ。あ、マック届けてくれんの？え、それはありがたいね。ね、はるちゃん今マック食べたいんだよ。普通にポテト食べたい。着払いかよ。それはちょっと嫌だな。こんばんは。なんだそのもの、オレンジジュースお届けって。オレンジジュース、え、いいの？ね、それは何？着払い？それそれも私が払うやつ？シンポジですか？景色が違くてすごく楽しかったですね。ね、いつも見えないところが見えた。待って、明日は何時にしよう。普通にさ、ちょっと待って、もう親友ちゃんうるさいんだけど。これママちゃんに連絡してた。
明日7時からやる。あ、そう、新しい曲覚えるよりシンポジ覚える方が大変なのよ。めっちゃわかる。なんか混ざっちゃう、自分のポジションと。なんかね、うん、左右逆とかあるじゃん、手が逆とか。ね、まーちゃんが明日7時でいいよって言われたから7時。あとはこんからがっちゃう。え、パート間違えて歌う時、え、それはなかったね。なんかもう歌割り捨ててた。あの頭からあの忘れさせた、自分のパートを。でも体に染み付いちゃってるダンスはもう無理だった。染み込みすぎちゃった。そうですね、移動とかも むずいよね。そうですね、キス調を0番だったね。やばい、くしゃみ出そうで出ない。くしゃみ出そう。ダメだ、もう花粉の時期。そんなことない。メールの通知ね、来る、来てたメールの通知来てたわ。ブタクサそろそろ来るの。なるほどね。誰か噂してんの。ね、今日が祝日なの。今日知ったんだけど。ね、日野さんの生誕祭平日なのかって思ったら祝日だった。4日働けば休みとか嬉しいって、ね、それは嬉しい。敬老の日。でも今日家から出てないからさ。出たわ。
はいちゃんのうちはこっそり作り始めましたって。ありがとうね。次東京で会えるね、次の日曜。やば、早いね。はじめましてって、来てくださってありがとうございますね。24日、明日働けば翌日休み。19日以降の公演スケジュール分かんない、まだ。あれちゃんも分からん。仕事調節できそうなので東京行くよって、楽しみって。それは楽しみね。浴衣どうかな。あ、総取りの音すごかったね。なんかさ、昨日劇場でさいた時もさ、総取りの音聞こえててさ、普通にすげえって思った。東京行けない代わりに三条行くことにしましたって。ありがとう、待ってます。そう、屋内まで響くんですよ。そうそうそう、めっちゃ響いてた。みんな聞こえなかった？ということは明日公演があるかもしれないってことって。それは屋内って屋内の屋内なのこれ。あ、屋内だわ、普通に屋内だわ、普通に間違えたわ。外出た瞬間に爆音でビビった。やばい、なんか携帯バグって、なんか写真撮ってるんだけど、やだやだやだね。外、え、外出たら聞こえたの。人の数もすごかったよねって。え、わかんない、昨日の話それ。はるちゃん知らない、私会えてないんだよね。明日からおしゃべり会の受付始まるの。え、ありがとう教えてくれて。今日顔がむくんでる。めっちゃ人多かったんだ。マジか。あ、東京行くことにしたって。ありがとう。ファーストフード満席、確かにそれはありそう。今日の写真のテーマも決まった。今日の写真のテーマ、配信越しの私。いや違う、配信してる最中の私。めっちゃ顔むくんでるんすよ。今日は何も、チュンね、ついつい写真のカメラのアプリバグる。あのさ、容量が多すぎてバグる。だからちゃんと整理しないといけない。写真
整理しないといけないのよ。ちょっと iPad に動画を映すことに決めた。そしたらいい感じになりそう。多分ね、そう、大きな画面で見られるし、そうそう、だからちょっと余裕やばいですよってアイコンやメッセージ出たら余裕やばいよって。え、ねえ、なんかあるのそれ、やばい、もしかして、え、なに、え、なんかあるこれ、なんか怖い、爆発すんの、ね、なんかさ、ね、それさ、爆発する説って言われたからさ、間違えてさ、明日の配信は7時からやる説ってやっちゃった。やばい、はるちゃん今充電がない、あと 10% まだいけるわ。間違えた、ね、あと 10% っていうことは11時になったら、可愛い子発見ありがとう。動きが悪くなって最悪起動不能らしい、やばいな、それはもう整理しないとね。それはもう整理しないといけない。動画が一番容量食うからそこだねって、そうなんだよ、動画が一あの結構あるんだよね。だからか、動画整理しないと。こんばんは、ヤッホー、ありがとう来てくれて。あ、間違えちゃった、でもね、動画ね、載せれるような動画じゃないよ、あの普通にレッスンの動画フリーレンの動画です ね。真面目だった、ごめんね、動画が多すぎてもう何が何だか分かんなくなってくる。
可愛い子発見ありがとう。メールも送れたっていうことだし、やることなくなったし、余裕だった。終わった終わった。可愛く発見ありがとう。余裕だったけども、ハルチュンはもうすぐやめないと携帯が爆発してしまう。いやそんなことない、普通に充電がない。ハルチュンの声って聞いてると謎の安心感あるから眠くなってきたって。え、そんなことないよね。まあでもありがとうね、そりゃ嬉しいですね。爆発したら破片拾うわってやばいな。ありがとうございます。ルアちゃんの気持ち分かっちゃった。そんなことないよ、ルアちゃん多分眠いだけだよ。次ランキング変わったらランキング読んじゃおうかな。みんな明日仕事一緒に頑張ろうね。一緒に頑張ろう。仕事だよな。仕事つらいよね、わかるよ。はるちゃんもね、バイトの時つらいなって思ってたもん。まあ今は全然楽しい仕事なんだけど。クレシー私も見てたね、昨日。クレシー癒しだよね、わかる。めっちゃ面白い。みんなハルチュのことを考えながら頑張りますって、本当かいな。ありがとう。仕事頑張れば日曜日にハルチュに会えるから頑張れるって、ありがとう、嬉しい。あ、そう、家庭教師のバイトしてたんですよ。そうそうそうそんなんできるわけないじゃん、ハルチュが。多分教えてもらう側だね、ハルチュ。普通にあれですね、レジしてたね、コンビニではない、なんかスーパーのレジしてた。ね、マックではない。1年以上やってたね、バイト。本当に家庭教師してたのかと思った。レジ楽しくないね。あ、レジ打ちめっちゃ早いですね。そう、早いんですよ意外と。でも姉ちゃん
もうレジしてたんだけど、姉ちゃんの方が早い。なんかクレジットカードとかも結構覚えてて、ね、私のスーパーなんかクレジットカードとかなんかいろんなさカード系が多くてさ、ね、レジはなんかたまになんか怒ってくる人がいる、ね、悲しいことに。なんか絶対これ違うやんって、これ春に言うのじゃないじゃんみたいな、ね、切り返したらクビになっちゃう。なんかこれそうそうなんだよ、悲しいよねそういう時。私あんまり聞いてなかったけど、それはそれ聞いちゃうとはるちゃん悲しんじゃうから、もう泣きそうになっちゃうから、はるちゃんはちょっと黙ってたけどさ、最近セルフレジにハマってるって。私もそう、私もそうなんだよ、はるちゃんもセルフレジにハマってる。そうね、受け流しちゃう、はるちゃん。だからはるちゃんは受け流すのが得意かもしれん。そんなことないけど、いたわいたわ、ポイントカードお持ちですかって聞いたら何も言わないから、そのまま会計したら後から出されたりね。いるわ、いたわ、その人、そういう人ね。それで一回会計したらできないんですよって言うと切れてくる人、なんでってね、ね、もう嫌だ。もうでもそういう人に限ってイヤホンしてるんだよね。もうイヤホンしなければいいじゃんだよ。何回も聞いたやん、ポイントカードって。ね。あと 5% だ。あと 5%。ね。おー、いいって言いたくなるよ、言いたくなっちゃうね。あと 5% だから切れちゃう、あとちょっとで。そう、あとレジ袋のね件もねひどいよ。レジ袋お持ちですかみたいな、袋お持ちですかって聞いてはいって言われたから袋入れなかったのに、会計終わった後にさ来てさ袋くださいっていう方、袋確認したやん、もうなんやねんっていうのがある。これはあるあるかな。あ、でもね、言われ、レジ袋いらないとは言ってないって言われたって。なんでやねん、もうだったら袋くださいって会計の時に言ってくれよって。ね、私レジあるあるできるかもしれない、それ TikTok に載せたらバズるかもしれない、レジあるあるって。ね、5円とかの
会計ね、そう。で5円だけの会計で、あのそれで、あの10円出される。駐車券で困ることですか？なんだろう、なんだろうね。駐車券の悩みはあんまりなかったかもしれない。はるちゃんは？じゃあなぜか関西のおばちゃんにイチャモンつけられたってね、そういう時もあるね。袋欲しいですって今日言ったら聞こえてなくて白だったけど、笑顔でそのまま受け取ってきましたって。そういうお客さんがたくさんいたら、この世は良くなるのに。マイバッグ持っていくの？すごいね。はるちゃんもそういうことがないようにマイバッグ持っていくようにしてる。可愛くて美人で最高って、ありがとう。ファミマやセブンでポンタカード出す人って、あ、いるんですか？私ポンタカードあんまり使ったことないんだけど、いるの？そういう人。マイハルチュン欲しいね。嬉しいですね、ありがとう。ペイペイのアプリの起動が遅くて焦るときあるって。もう私もあるわそれ、同じこと思ってた。これはリュックですって書いてあるの持っていきますって、それはセンスいいですね。ちょっとハルちゃんもう今日配信やめるね、もう充電がないわ。ね、多分あと 3% だと思うね。明日7時です。そう、無料の醤油とソースをわしづかみするお客さんね。ね、確かにいるかも。じゃあちょっとランキング読もう。充電する、充電しとく。それでは、13位からいきます。13位、な新潟がいるチュン、ありがとうございます。12位、ごチュン、あ、ごチュンのまチュン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 、ありがとうございます。11位、特上たる、あ、特上カルビチュン、ありがとうございます。10位ヨシチュン、ありがとうございます。9位ケイタチュン、ありがとうございます。8位アスリートチュン、ありがとうございます。7位ドラミチュン沼チュン、ありがとうございます。6位ビールバラチュン、ありがとうございます。5位境沼シイチチュン、ありがとうございます。4位川崎ゆうきチュン、ありがとうございます。3位セッテンガーチュン、ありがとうございます。2位トムチュン、ありがとうございます。そして第1位はてるるるる、中地ちゃんです、ありがとうございます。久々来れて楽しかったって。あ、こちらこそありがとう、嬉しかったです。また来てね、みんな。リアル今来たばっかってね、ありがとう来てくれて。配信ありがちゅんって、こちらこそありがとう。おやすみ、みんないい夢見てね。早起き頑張ろうね。またね。明日7時ね。またね。おやすみ。バイバーイ。